オープニングの話題があります。先日長崎市内の商店街で平和に関するワークショップが開かれました。平和町の山里観光市場では PCAG ワークショップが開催されました。 PCAG は若い世代が主体となり平和都市を目指して活動する団体です。今回のワークショップでは若い世代が平和都市とは何かを考え意見交換を行いました。こんなにたくさんですね、いろんな国籍を問わず来てくれているので、まあ、みんなで平和都市ってどんな街だろうっていうのをこう言語化してそれをまとめていきたいなと思っています。やっぱここが平和町なので、やっぱ平和町で平和について考えたいなと思ったのと、日本のこの日常と外から来た若い者とか外国人がこう入り混じるような場面にしたかったので、まあ、今回市場を選びました。僕たちは仕事をして、山本君たちが仲いいイベントしてたくさん人を集めて来た人がみんなが楽しんで帰ってくれる街を目指して新しい形の賑わいを考えております。6人から8人でグループを作り話し合って平和への思いを発表します。平和についてこう考えるときこういったイベントがすごく大事かなと思ってます。市場で開催されたワークショップだからこそお昼ご飯は充実。今日はこれ仕方です、はい、思ったよりも大盛況で、これがこう定期的に続けば今後のこう新しいにぎわいという形が見えてくるんじゃないかなというふうに思いました。Today's event, I would say, is one of the best. It promotes peaceful coexistence between nations, within ourselves here, and I believe it's a key to a peaceful society. Thank you. 単発だけでは全く意味がなくて、これから10年、20年後もずっとこういったことを考えられるのが、僕が思う平和の街かなって思ってます。平和町で平和について考える素晴らしいワークショップでした。素晴らしいですね。こういろんな世代、そしていろんな国の方々が集まってこうやって平和について話し合う機会はなかなかないですもんね。大学生とかではなく、大学生もいらっしゃいます。あ、そうなんですね。はい、これは意味があって、それで商店街もお弁当でにぎわって、いい形のイベントですね。これで活気づくとまたいいですもんね。こうディベートの時間ももちろん大事ですけど、このお弁当を一緒に食べるっていう時間の中にもまたいろんなお話ができますもんね。そうですね、こうやって平和について考えるこうイベントが定期的にいろんな場所で開催されていくといいなと思いました。はい、以上オープニングの話題でした。